はい。沢ちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人に話してほしいトークテーマは、はい。勘違いしそうになる、異性の態度。前にラジオで、相馬さんがこういう感じの話を熱く語ってて、人格も変わって、面白かったのでまた聞きたいと、いうことなんですけども。じゃあ、ね、もう何かなんかあったの？いや、何にも覚えてない。なんか、あれ？あ、ちょっと、え？やばい。あれ、ちょっと、リボン、リボン。リボン。リボン。生まれ変わり、生まれ変わり。何、どうしたの？まあだから、気になっちゃう？そう、勘違いしそうになった。だから多分、なんかこういうことを女性にやられて。僕だって勘違いしてたからこんな人間になっちゃったんですよ。本当に。ちょっとなんか、そう、触れづらいじゃねえか。いや、すぐ、なんかすぐ好きになっちゃわないですか？中学生ぐらいの時って。なんなら、斎藤くんって呼んでたのが、サーマって言われたの、好きってなる。好きなっちゃ、バッカだななりませんバッカだななるでしょなるなるなる。だってもう、例えば、普段、こう、ま、会うじゃないですか。てつやおはようって、こうね、あ、おはようってなるじゃないですか。たまに後ろから、腰ポンで、あやもうこれ。好き。好き。好きっていうか、愛してる。あ、もうそこまでいっちゃうのラブ。だから、割となんか、少女漫画とかすごい好きなんですよ、僕。だから、少女漫画的メンタルを持ちすぎてて、なんなら下校時間に、下校の曲みたいな流れるじゃないですか。流れてたんですけど、ちょうどやっぱ僕中1ぐらいの時に流行ってた曲とかが流れてたら、廊下の向こうから、当時中学1年生の、僕の学年の、ま、学年で一番こう、イケてる系の女の子いるじゃないですか。まあ、必ず二人で、グループがね、いかんね。なんか、うちら仕切ってっからみたいな、そこいるじゃないですか。で、僕完全にイケてないグループだったんですけど、でもすれ違いざまに、ねえ、この曲、いいよね。って言われたらもう、好き。ちょろちょろえ、ないっすかなんかそういうの。多分ね、そうはね、俺性格真逆じゃん。確かに確かに。はい。俺ね、そっち側なんだよ。あ、言っちゃう側ね。やる側なんだよ、多分。そう。だって、いや、でも確かにそうですよ。だって、最初、影原さんとご一緒して、で、影原さんすいません、斎藤染まっています、つって、で、今度飯連れてってくださいって言ったら、おいよ、じゃあ連絡先教えてって言って、そのまま本当に連れてってくれたから、もう、好きです。ちょろいな、こいつちょろいぜ確かにそうかもしんない。